皆さんこんにちは。今日はですね、まあ2020年度皆さんもですね、よくうちの YouTube にですねお付き合いいただいたなというところも含めてですね、ありがとうございますというのとですね、まあ、2020年度の、まあ、振り返り、今年1年はこうでしたよっていうのをですね、おまとめした雑談というような内容になっております。この一本を見れば YSP 横浜戸塚チャンネルの今年の1年の歩みが全部わかるっていうですね、どうでもいい内容、本当くだらない動画になってるんで、もう本当に暇な方だけ見ていただければ結構なんですけども、そんなこんなでですね、今日も早速行ってみたいと思うんですけども、2020年にやろうとしていた、年の初めにやろうとしていた、タスクをですねまず発表していきたいなというふうに思ってるんですけど、まずですね、一つ東京モーターサイクルショーに、突撃するっていう、突撃っていうか出展ですね、ブースを出したいっていうですね野望を抱いておりました。はい、それもYouTube のチャンネルとしてね、野望を抱いてたんですけど、これはですねモーターサイクルショーの中止によって、まあ頓挫したという形になるんですけど、これ諦めてないですからね、来年もないから、再来年かなにはもう一回そこにですね出したいなって思ってるんですよね。我々がですよ、我々がです。多分 HV ファクトリーの岡村さんね、とそして奈良半くんとか、そしてこれを今見てくれているあなたですよ。はい、これはどっちかというとギャグでやりたいんですよ、どうしてもね。面白いかなと思ってやりたい。だから、独自色の強いものにしようともちろん思ってはいるんですけども、まあ、そんなこんなでですね、そういうのが野望としてあったんですけど、会自体が中止になるということでですね、どうにもならないっていうね。あれですよ、まあ見てた方もいるかもしれないですけど、もうビッグサイトで場所まで決まってて、そこでこう岡村さんと打ち合わせしたりとかね、いう動画を上げたりもしてました。調子乗ったんですよ、最初は。ところがですね、まあ残念ながらですね、まあこのコロナ禍でですね、失ってしまったと。機会をですね、ということになります。まあでも失ったものもあれば得たものもあるので、それは皆さんも同じだと思いますけども。さあ次、原付コンテンツ強化っていうのがありました。これはですね、もう少しやはりバイクの入り口である原付ネタを強化した方がいいんじゃないかっていうふうにですね、あったんですよ。ただ現実としては若干できたかなってぐらいの体感です。まだまだできたことはあったであろうけれども、なかなかですね他のタスクに押されてですね、少しいまいちだったかなというふうになるので、これは継続ですね、今後もやっていきたいと思っているものの一つです。3つ目、海外レポートっていうのがありました。実は海外でオートバイに乗っていろいろなその現地事情っていうのを発表できたら面白いかななんて思ってたりはしたんですけど、これもですね残念ながらコロナによって、まあ、中止になってしまったと。まあいいですよ、外国は逃げないので。次、メーカーの枠を超えたバイク自体の人口を増やそうっていうのがもともとあって、もともとはじゃあヤマハがっていうふうに推してたんですけど、すごくね。ただ結局そのヤマハ云々じゃなくて、皆さんも多分ヤマハだけしか乗ったことないって方は意外と少ないんじゃないかと思うんですけど、結局はですね、そもそも業界自体を盛り上げていかないと、そろそろそのヤマハが、ホンダが、スズキが、川崎がってやってる時じゃないなっていうのを、今年の初めにすごくですね、思ってまして、で、それでですね、モーターサイクルファンタジーの方をちょっと強化したりとかいろいろやったんですけど、これはですね、正直かなり頑張ったかなというふうに思っているっていうところですね。そしてもう一個、次がですね、ショップの枠を超えるっていうのがあって、これは、もともとの YouTube の目的自体が、ここのところの目的自体が、その業界をこう、なんていうんですかね、盛り上げたいっていうのが一番メインであるんですね。なので、例えばあんまりね、商品紹介とかっていうのがないのは、そういうところです。皆さん広告はあまり好きじゃないと思いますんで、そういう意味ではですね、例えばヤマハのこのバイクを買ってくださいとか、この中古車が入ってきたんで買ってくださいっていう動画を上げてしまうと、それって面白くないものになるのかなということでですね、やってはいるんですけども、さらにですね、お店単位でうちで買ってくださいっていうのをやらないで、そうじゃなくてもう全体どこで買ってもいいよと、好きなようにやってくださいと、ただバイクに乗っててねっていうことをですね、年の初めにすごくやっぱり思ってまして、それをずらさないように本筋をね、動画を撮っていくっていうのはですね、できたと思います。はい、っていうのが1個ですね。さあ次、ゆるいイベントを開催したいっていうのがあってですね、これもですね、やはり皆様との交流というところでですね、何かやりたいなって思ってはいたんですよ。で、これもですね、半分成功かなというふうに思ってます。一回だけ、こういうちょっと難しい世の中でしたけども、一回だけできました、無事。チェストプロテクターのプレゼントイベントという形で、実は本当に動画の中ではね、動画の中では皆さん、来ていただいて、もう無言で受け取って帰ってくださいっていうような話にはしていたんですけども、実際に来ていただいた方にはですね、感染対策を完全にした状態での、ある程度のもてなしみたいなものを実はさせていただいてました。バーベキューみたいなことをですね。もちろんみんなで取り囲んでるじゃないですよ。我々が用意して、フェイスシールドして、で、
こう皆さんにちょっとお配りしたりとか、あの来ていたドリンクサービスだったりとか、ちょっとそういうのとですね、あとはちょっと交流させていただいたりっていうのをですね、やらせていただいたんですよ。実はそうだったんですよ。なのでそこでですね、あのいろんな方が来てくれて、でちょっとねこう雑談したりとかして、そんなに長い時間じゃなかったんですけど、あの割と楽しい時間を過ごせたかなと。あの我々がね来ていただいた方は分かんないですよ。我々は楽しい時間を過ごしたということでですね、まあ、ゆるめのイベントもとりあえず一回やってみることに成功しました。非常にですね貴重な一歩ですね。はい、これはあの人類にとって貴重なっていうあれですね。はい、まあいいですね、くだらないのは。じゃあ次いきますよ。これあの雑談入ってると本当どん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 尺伸びちゃうんで、今回はどんどんいきますね。そして2020年の実際にやったことっていうのはですね、今後発表していきたいんですけど、目標はさっき言った感じでした。で、達成の感じもそんな感じだったんですけど、それとは別に、実際になんか思いつきでどんどんいろんなことを追加してったんで、まあ、やったことっていうのがどんなもんだったのかっていうのをお話ししていくと、ですね、まず、レストア企画をしましたね。レストア企画をやったドラッグスター400で。なので、あれはですね、本当は最後、和歌山まで乗っていくっていう系でやってたんですけど、それはちょっとね、コロナの影響で乗っていくことはできなかったんですけど、バイクは完成させることができましたというところがありますね。ただですね、ちょっと中心になってるものも、まあ、ちょろちょろあるんですけど、実は、公開してないやつもあるんですけど、まあ、そんなこんなでですね、まあまあまあ、とりあえず1台はできたねっていうぐらいの感じで終わってしまったということですね。次、ノスタルジックツーリングがやっぱりですね、非常に再生回数は大したことないんだけれど、視聴者の方からの応援の言葉がすごく多かったというところでですね、強化していきましょうということでですね、非常にコアなコンテンツなので、皆さんご存知かもしれませんけども、万人受けするものではないんですね。ただ、それを強化しましょうということでですね、今年はやらせていただいたんですけど、これはですね、合計6本アップロードすることができたので、そういった意味でですね、非常に頑張ったかなと。これ、ノスタルジック6本って言いますけど、この1本のパンチ力はですね、撮影する側は大変なんですよ、これ。非常にリスキーで、かつ体力勝負で、普通のボクシングのジャブみたいなものがですね、1本の動画だとするじゃないですか。我々が普段公開してる動画の、じゃあインプレッションがとかっていうのが、普通のまあ、ボクサーのジャブぐらいのパンチって考えると、もうこれはマイク・タイソンのフルスイングみたいな、一番我々の中でもすり減る企画になってるんですよ。そういう意味ではですね、これを6本というのはですね、マイク・タイソンにフルスイングで6発殴られたのと同じぐらいのダメージを負ったんですけども、ただですね、まあ、それぐらい頑張ったってことです。はい、頑張りました。で、おかげさまでシーズン2に突入していくという形でですね、ノスタルファンの皆さん、本当にこれからもですね、期待していただければいいのかなと。まあこれちなみに、分かった分かった、頑張ったのね、じゃあ次いつなのよって話になると思うんですけども、次はですね1月5日でございます。公開日1月5日にですね、シーズン2の1話目ですね。素晴らしいですよ。もう目を閉じれば情景が浮かぶようなですね、そんな素晴らしい撮影をしてまいりました。多分ですね、ノスタルジックツーリングファンの皆さんもですね、おー、分かったよ、これがシーズン2かってご納得いただけるようなですね、そんな素晴らしい作品に仕上がる、まだ編集してないですけどね、編集してないですけど、撮影はしたよってことなんですけど、素晴らしい作品になってると思うんですよ。こんなに贅沢なの、今回のノスタルジックツーリングシーズン2はっていうですね、最高傑作ですよ。予告編ね、予告編の CM だけちょっと見てもらいましょうか。ということでですね、非常に盛りだくさんの内容になっております。皆さんのもうこのシーズン2の第1話はね、もう胸を締め付けるんじゃないかと、切なさで。それぐらいのですね、素晴らしい、本当に素晴らしい内容になっているので、ぜひですね、皆さんこれ見ていただければ、よりノスタルジックの世界に入れるんじゃないかと。ちゃんと場を整えてみてくださいね。これ撮るのもすごい大変なんで、見る皆さんの方もですね、ちょっとちゃんと場を整えて、途中でね
たかしごはんよって呼ばれない環境下で見ていただけることをお勧めいたしますという感じですかね。この辺にしておきましょうか。はい、1月5日公開です。はい、次がですね、トリシティのシューティングブレイクっていうのを作ろうとしていて完成しましたね。まだルーフキットが全然今なんかバックオーダーになってて、物が届かないんですけど、ただ何台か納車しました。で受注も受け付けてる感じになってます。普通にですね安定してシューティングブレイクを完成させることができました。これはですね、あとソリッドアーマーですね、オールペンのソリッドアーマーっていうブランドと、バイクはシューティングブレイクという感じでですね、その両方がですね完成して、ソリッドアーマーの方もですね今年はロゴも完成して非常にですね乗りに乗ってる形なので最高ですということで、さあ次いきますよ。 YS パンダラジオですね。 YS パンダラジオ、まあこの動画見てくれてるあなただからきっとYS パンダラジオの方も見てくれてるんじゃないかなと思うんですけど、これもともとすごい悩んだんですけど、 YS パンダラジオはもう今なんか毎週上げてるんでちょっと当たり前のもののようにだんだんなってきてはいるんですけども、最初すげー敷居高かったんですよね。心のハードルが飛び越えてみたらできんじゃんってなったんですけど、最初の1回目は本当に緊張したっていうのと、できんのかなそんなことって思いながらやったんですよね、自分の中では。そしてやっぱりコロナが一番最初の一番なんか世の中が暗くなってる時、今もっと深刻になってるのにみんななんか麻痺ってなんか割と緩くなってるじゃないですか、じゃなくて最初のまだ正体不明で一番暗い時に外出禁止みたいなのがあったじゃないですか、あの時にじゃあ何か我々にもできることがないかということでですね、ライダーの皆さんの気を紛らわせるような放送をやろうということでですね、これ毎日放送をやってましたね。外出禁止が出てた時の毎日やってました。でそこでですね、それが終わったら終わりっていう話だったんですけども、それを聞いててくれた人たちがですね、続けてくれっていう声をいただいたので、じゃあ遠慮なく行かせていただきますっていうことでですね、今も週に1回、放送させていただいているという感じになっております。本当にありがたい限りですね、これはね。はい、そしてですね、でそのラジオを始めたおかげでものすごい得るものが大きかったです。我々はまずトツカちゃんというキャラクターを生み出しましたね。そして頻尿紳士というキャラクターが今生まれそうになってます。もうわけわかんないですけどね、頻尿紳士というキャラクターが生まれそうになってると。頻尿紳士はですね、今キャラ作りの渋滞にはまってて、もう今また頻尿紳士の方動いてはいますから、ちゃんと頻尿紳士ステッカーとかできるようにしてますんで、待ってていただければね、ねそれ貼っとけばもう言葉で何も語らなくてもですね、みんな察してくれますから、はい、っていうのでですね今作ってますんで、それと Q&A コーナーっていうのも始まりましたね。 Q&A コーナーは皆さんからのご質問をですね私が適当に答えるというそういうコーナーになってるんですけども、これなんかもですね、まあ役に立ててるのかなというのがあってですね、ちょっとやりがいはあるんですけども、まあ最近だんだん質問の幅が広がってきましたけどね、はい、ガバガバになってきましたけども。で次、医療従事者にオートバイを、無料で貸し出しますっていうやつですね。はい、これは皆さんからの広告収入を使わせていただいてます。皆さんがですね、YSP の動画を見るときにですね、YSP のっていうかうちの動画ね見るときに、見たくなくても CM 見る羽目になるじゃないですか。その見ていただいた CM のお金をですね有効利用できないかということでですね、ここで実はオートバイを買ってですね、新車をね、新車だったりとか程度のいい車両を下ろしたりして、医療従事者の方にですね、なんか電車がなかったりタクシーがなかったりとかで、その病院に呼び出されても行くすべがないっていうのがなんかあったらしくて、それでですねお貸し出しをさせていただいたっていう形で、つい最近1回全部帰ってきたんですけど、またちょっと最近のまた盛り上がってきてるじゃないですか、コロナが。だからまたちょっともう一回再度貸し出しという形で、今も現状をやっております。あ、そう、だからこれ聞いてる医療従事者の方、実際に本当に足がなくて困っている、そういうコロナの関係のお仕事をされてる方っていうのはですね、言っていただければご相談には乗れると思いますんで、はい、というふうに思っていてください。そしてですね、プロテクター祭りっていうのをやりました。これはですね、さっきちょっとお話ししましたけど、バイクはやっぱプロテクターして乗ろうよっていうことでですね、これもですね、なんと100個プロテクターを配ったと。ここでですね猛烈なお金を使いました。正直これも皆様からの広告収入を使わせていただいて、ただここでですね一回収支が赤に転落しました。そして今回復のために努力中なんですけども、非常にですね今年はお金も使った年だったので、いただいたお金をですねこういう形でちょっと回させていただいたというのがあるんですけども、普段一応誤解がないようにお話をしておくと、別に全部使ってるわけじゃないです。で我々が例えば撮影するために車両を仕入れたりとか、もしくはどっか行ったりとかの交通費だったりガソリン代だったりとか、なんだかんだそういうので、多分 YouTube やってる方は分かると思うんですけど、そういうところにまず回させていただいてます。それとプラスで、まあ若干人件費的なものとか、
そういったものにも回させてもらってます。むしろ若干じゃないですけどね、いろんなところにこうやらせてもらって、この YSP の、今横浜戸塚チャンネルおよびモーターサイクルファンタジーは、なんとか運営させていただくことができていて、その中で少しこう余剰分っていう言い方をしたら失礼ですけど、少し余ったお金というのをですね、そういう形で回させていただいているというふうなイメージになります。はい。で次はですね、新しいツーリング企画というのをですね開始させていただいてまして、一つはですね共同コンテンツプチツーリングというのがあります。これはですねもっと気軽にツーリング、ツーリングっていうとなんか200キロ300キロ走んなきゃいけないのかなってイメージもあったりすると思うんですけど、そうじゃなくて気軽なやつね、ちょっとしたやつをやりましょうよっていうことで、どなたでも簡単にできるような、じゃあ僕日曜日の早朝に起きて家族が起きる昼までに帰ればバレずにツーリングできますっていうようなですね状況の方もたくさんいると思うので、そういう方向けにですねこういうツーリングやってますよっていう企画ものとしてやってました。でこれはですねユーメディアさんとかですねと、共同でやらせてもらっていてやってるんで、もしかしたら向こうの方でアプリとかで私のことを見るかもしれませんけども、まあ、そういう感じでですねやってますよっていうのと、あと島ツーリングというのがまた別であってですね、島を回っていこうっていうのもやりました。これ佐渡でしたね最初。ただあれはですねトラウマ級の過酷さだったんですね、正直言うと。やっぱ時期を選ばないとこれできないんだなと思いました。はい。これもですね、まあ、今後ちょっとどうなるかまたやっていこうとは思ってますけど、今のところまた、そういうのをやりましたよっていうところですね。まあ、ここまでが基本的には今年やったことですね。まあ、実際に我々がこの戸塚チャンネルの中でやっていたことのざっくりです。はい。こう並べただけでもすんげえいろんなことやってんなって感じなんですけど、まあ、それだけ動きましたね。はい。なので皆さんそれ楽しんでいただけたらいいんじゃないかと思うんですけど、大体こういうものっていうのは常にパワーアップが要求されるものなので、もちろん2021年はですね、もっともっといろんなことやろうと思ってます。まあ、これ長くなるんで別動画に今度しますけども、また来年でいいと思うんですけども、ただですね、皆さんが楽しいなと思っていただけるような、そしてバイクに興味のない人がですね、これから新しく興味を持っていただけるような、そんなですね、きっかけになるようなものにしていきたいと思ってます。来年度の動画に関しては。やっぱり撮影して公開する以上は、まあ、バイクの魅力をどれだけ詰め込んで伝えれるか、そしてですね、見てくれた方がですね、まあ、いろんな意味で楽しんでいただけるか、ね、いろんな意味でね、別に単に見て楽しいっていうのはだけじゃなくてね、いろんな意味でですねバカだなと思って見てもらったりとか、いろいろできるようなものにしていきたいなと思ってるのと、まだ見ぬライダーたち、若いライダーたち、今後バイクのハンドルを握るかもしれないライダーたちにですね訴求できるようなね、バイクっていうのは楽しいよっていうのを訴求できるような、そんなものにですね来年度もまあしていきたいなという軸はぶらしてないつもりでいますので、ぜひですね来年度も戸塚チャンネル目が離せないですよ。はい。まあ、ちなみにですね、今年何本動画上がったと思います？これ。モーターサイクルファンタジーとですね、YSP 横浜戸塚チャンネルという形でですね、まあ、2つのチャンネルで、一応チャンネル登録者がですね、現在の段階で、戸塚チャンネルが9万2、3000人ぐらいの方々にチャンネル登録していただいているという形ですね。そして、ファンタジーの方が2万7000人ぐらいだったかな？の方々に、まあ、チャンネル登録していただいているという形に今、現状なってます。はい。まあ、ちなみに動画の投稿本数なんですけども、横浜戸塚チャンネルの方がですね260本です。そしてモーターサイクルファンタジーの方が、100本ということで、合計すると360本動画を上げさせていただいた、これが、12月の20日現在ですねになっています。そして今見ていただいているこの動画だったりとか、あとですね、まあ面白い動画がまた数本上がりますから、この後だいたい370本いかないぐらいで着地かなというふうな計画に今のところなってます。だからあと6、7本上がるってことですよ。なので365本は超えてくると思いますので、そういった意味ではですね、本当にいろいろなことがあった1年、まあ皆さんが見てくれるから撮影ができて、投稿ができるというのがもうありますので、ましてこんなね、ただただ何やった何やったって喋ってるだけの動画なんて、まあよく最後までお付き合いいただいたなっていうふうに思ったりはするんですけども、ぜひですね来年もですね、一つこの YSP 横浜戸塚チャンネル、あと、モーターサイクルファンタジーですね、いずれも、バイク業界を盛り上げていくような愛のあふれるものにしていきたいなとは思っておりますので、それには皆さんがまあいろいろコメント書いてくれたりとかご協力していただけることがやはり我々のですね燃料になっておりますので、ぜひですね来年度もお付き合いいただけたらというふうに思います。それではですね、1年間いろいろありがとうございました。